だなって思いました。唐揚げとか食べたかったもん。おやっきーさんありがとう。ミヤティさん花束ありがとう。ひさぽんちゃんハートありがとう。こんばんは皆さん。私はさっきまで2期生の3周年ライブの3周年ライブの DMM を見ていました。アーカイブ配信 MC とか結構すごい反省できるところばかりで、すごいやっぱ自分たちを俯瞰に見ることは大切だなと思います。サバトラ猫さんレインボースターありがとう。目玉コウモリもありがとう。眠眠です。こんばんは。今日も私の配信を見に来てくれてありがとう。ほんと？よかった。私が振ると結構メンバー喋ってくれる気がするよ。めっちゃ偉そうなこと言ってる。私めっちゃ偉そうなこと言ってるわ。私自分が喋るよりメンバーが喋ってるのを聞く方が好き、シャーチクさんありがとう。そうアフタートークまで見てくれてありがとうございました。わっノリミオさん目玉コオロギって言おうとした。めっちゃありがとう。あ俺も見てた。最高じゃないか。角さんバラありがとう。重力って不思議だよ。余ってたんだ。もう10月が終わるからちょっと私まだついていけてない。え？やばくない？あとちょっとで10月終わるってやばいね。もう26、27、28、27か。ほらもう追いついてない。そうだよ、やんねえと踊ってた。テイカーさんハートありがとう。りょうたくん結婚してベシベシ。おへそさん目玉コウモリありがとう。そらなるさんもありがとう。あこのまんまだとドアが開きそう。私またもうすんごい狭いところで配信してます。お部屋お片付けするとか言っておきながら全然してませんでした。週末の公演頑張る。頑張るね。頑張ります。リコチにビンタされたい。リアルお話し会リコチビンタ会。リアルなんか握手会やったらさビンタしてくださいとか言ってさ合法的にビンタできるのかな。首とか締めたい。なかなかさちょっと今センシティブワードを放ったような気がする。私やってみたいの。こうやって打ってみたい。アントニオ猪木さん確かにいいね。踏んでくれてもいいんですか。いいんですか。なんかちょっとやってみたいなって思いますね。たまにこの前思ったんですよ。そう話せないよ、そんな話せないけど
最近愛情表現が、私の愛情表現が結構歪んだ愛情表現になり始めてきて、キャちゃんへの歪んだ愛情表現になり始めて、歪んだ愛情表現ってやばい。そう、歪んだ愛をキャちゃんに押し付けてる。私の握手、私の握手、今マヌカハニー舐めてる。鍋さんありがとう。コウモリ、600万ドルの男、スティーブ・オースティン、なんかすごい名前、ありがとう。目玉コウモリ、内緒です。何をしたかは内緒です。ピーマンさんありがとうありがとう。歪んだ愛、永遠に自分のものにしたいか。その愛情表現をぴゃちゃんは受け入れてくれてるんですかねどうなんですかね。私本当に今眠くて自分が何を喋ってるかもあんま分かってない。ロクさんハートありがとう。ピーマンさんありがとう。眠くて、そう、でも明日はオフなのでゆっくりゆっくり眠りたいと思います。オフ、オンとオフスイッチ。らしいですね、最終オーディションから今日で3年、まあ、人生が変わった日から今日で3年ですね。なあこうさん、お疲れありがとう。寝転びたい。魂、人生が変わった日ですよね。3年前って、3年前の今日がないと私は皆さんと出会ってなかったもんね。こんな風に、確かに明日花金だね。やっと脳汁ドバドバ金曜日じゃん。あ、シワイさんいる。 GG ありがとう。タワーのお礼もしようかな。じゃん、ん、見えない。シワイへハッピーバースデートゥーユー。シワイ22歳よね。22歳の年もリコチ堪能しよう。わかった浮気もよそ見もダメ、絶対誓いなさい。うむ、タワーありがとう。これからも仲良くしようね、リコよりシワイありがとう。見えるかな。 Thank you for remembering my age。 さすがに覚えてるよさすがに覚えてる。なんか何歳に見えるって聞いて、そのエピソードを聞いてから、ありがとうシワイありがとうフ
え、待って、もう結構もうこんなじ結構夜遅いんですね。 Never Oh my god、 こんばんは。今日お風呂に入れる入浴剤決めました。私もう入浴剤はあのもったいなくて使えなかったんですけど、もう今年の秋冬はいただいた入浴剤も惜しみなく使おうということで、そう惜しみなく使っていこうと決めました。私だから今夜はなんかすごい良さそうな差し入れでいただいた入浴剤をでお風呂に使って一息つこうと思います。イエーイはい、鼻筋なので入浴剤もドバドバ。え、明日さ君の名はでしょ。やばいって思ってる。君の名は興奮中。ヒヨニーありがとう、うん、そうよね、使った方がいいよね。あと明日は絶対コンタクトを入れないって決めてる。ううコンタクト取れた。私今日聞いてください、あのコンサートで、コンサート中に大汗かいて、その汗が目ん玉に入り、目の多分角膜か何かを傷つけて、すごいずっと目が痛いんですよ。でもやっと明日コンタクト入れなくていい一日なので、メガネで過ごそう。22歳もリコチタン推しでよろしくね。そう、目休ませた。アイボンみたいなのしたいもん。明日6時起き。この配信終わると同時に寝るの。6時起きってさ、マジ偉いね。頑張って。アンドーナツさん、ありがとう。私眠くて何喋ってるか分かんない。眼科、え、今日聞いてください、私黒い目やにが出たんです。なんか視界の中になんか黒いのが見えるなと思って、なんだろう、なんかほこり入っちゃったかなと思って鏡見とる、なんか黒いなんか目やにみたいな、プロンス、えっ、と急いでピッてた。え、大丈夫私と思いました。黒い目やに調べたら犬って出てくる。え、犬みたいな。確かに犬って黒い目やにとか出てるよなって思って、いや人間って入れてそう、ちょっと右目がうずくになったんですよ。テラさんお疲れ、ありがとう。ありあり、確かにマスカラとかそういうアイラインとかそういうのが入ったのかとか思ったりもするけど、はい、入るような、そんな汗に弱いメイクじゃないか。あ、メガネキャラでいきます。虫が入ってたら私悲しい。黒い涙が出てくるみたいな。12秒だよね。あ、もうやばい、まぶたか、もう開かない。みんなおやすみ。今ちょっとやばかった、ハイラウンド、ちょっとあかんじゃった。そう、何なんですかね。でも赤い、赤かったんですよお目目が。んー眠い。カナダの都市トロント、私今トロントトロントです。トロント、こんばんは。寝るね、寝る寝るね、寝るね寝るね。まぶたが重くなるになってる。お目目がトロント。バンクーバーです。バンクーバーはもっとなんかバン
バンクーバーって感じする。バンクーバー、トロント、トロントです。ニューヨークしたい、ニューヨーク、ニューヨークする。オタワ、やばい、オタワおもろい、オタワよ。いやマジオタワ、今日オタワだった。オタワデイ、リコチさんの芝居、パンプキンありがとう。そういえばおしるこを今日スーパーで見つけて買いました。おしるこ食べたいおしるこ食べたいよ。頑張りこち、お疲れさん。みんなも頑張ってるからね、本当に偉いと思う。私より頑張ってるよ。ただ私はあのこの時間な、赤ちゃんなので眠くなるだけよ。私は全然疲れてはないよし、そんな頑張ってるわけじゃないか。おしるこの季節来て嬉しい。私かなりおしるこ好きなんですよ。あんま言ってないかもだけど、みんなに。あずきとかすごい好きだから。そう、あずき入ってる。トロント、トロント、あ、冬のおしるこ、あ、しかも今日あの自動販売機にお汁粉とかコンポタージュとかあったかいもあって、すごいってなった。あったかい、あったかいの季節じゃんって嬉しくなりました。おしることぜんざい、え、どう違うの。え、多分ぜんざいが好き。おしることってさ、お餅入ってないよね。ぜんざいです。 I love ぜんざい。ぜんざいが好き。ぜんざいです。じゃあぜんざい買った。私お餅入りおしるこだから多分ぜんざい。え、もうこんな時間。1位はのりみおさんでした。2位はじゅのらごさんでした。3位はひできんがんさんでした。ありがとうございました。読めました。ぜんざいはつぶあんか。あー、ぜんざい、ぜんざい、あんこ感じたい、あんこ。うん、わかる。自動販売機のさ、コーンとかおしるこってさ、あのカンカンの中に粒が残るの、あれ結構フラストレーションたまるよね。なんか英語で言う、アンコールワットできなくて申し訳ないじゃあぜんざい派だわ。私お豆好きなのよ。お豆が美味しいじゃん、あれほぼお豆メインみたいなもんじゃん。だからすごい好き。え、知らなかった。おしるこってこしあんなんや。つぶあんがぜんざいなんや。面白い。ぜんざいさん、いや、財産ぜんざいさん。もうおしまいだ。みんなおやすみ、おやすみなさい。北海道シチューは達也くん、かわいいと尊い、ありがとう。お疲れも、ありがとう。みんなありがとうございます。おやすみなさい。ぜんざい食べるおやすみ、寝てね。みんな健やかに、健やかに。目が健やかにね。みんなおやすみなさい。好きなだけ寝る、マジでありがとう。